そうか、そうか。そんなことがあったんだね。うん。おや眠いのかいなら寝室の方に行こうか。続きはベッドの上で聞くとしよう。動かないで。失礼するよ。と。なんだい急に恥ずかしがることないじゃないか。ただのお姫様抱っこさ。 君は私より体が小さいし、この通り。<laughs> 余裕で持ち上げられるからな。うんー、ちょっと痩せたか。食事は管理してるはずなんだが、明日からは少し増やすとしよう。行くぞ。ほら、おとなしく首に腕を回して。いい子だ。 よいしょっと。ああ、まだ座っててくれ。先に私が横になって、君の好きな腕枕、してあげるから。一緒に寝よ。まあな。腕が痺れてしまうのは難点だが、君と同じ目線で寝れるというのは、それを上回る利点と言える。 普段目線を合わせることはほとんどないからなこの瞬間だけの特別さ私はとても幸せだよだから遠慮しないでいいほらこっちにおいで素直でよろしいほらもっと近づいていいぞ幸い 君と私を隔てる脂肪の塊はないからな <laughs> 今みたいに唇と唇が触れ合う寸前まで抱き合うことができる私を抱き枕みたいにキューって抱きしめるんだうんいい調子だそれから足を絡めて キュ <Thank> これで君は私の腕の中すっぽりと収まったな自分より背の高い女の子に包まれてる感覚はどうだ安心するそうかそれはよかった君はこうしてあげないと安眠できないもんな そんななことはない。<laughs> それは君が気づいていないだけさ随分前に寝言で言っていたよ「好きいてくれてありがとう」ってなさすがの私も最初はびっくりしたが今じゃ素直に面と向かって言えるようになったなほら私のこと好き 言えるだろう。そうだな好き好き私のことが君は大好きだ隣にいないとソワソワしてしまって眠れないそれくらい私に依存してしまってるそうだね君は撫でられるのも好きだよな こうやって私の長い指で髪をかき分けるようにゆっくり撫でてやるとほら目がとろーんとしてくるよし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 いい子いい子。大きなワンちゃんみたいでかわいいよよしよし 次は深呼吸をしようか。目をつむって深く呼吸をするんだ私の呼吸に合わせて。 落ち着いいてきたかいもう一度君が眠るまで背中も優しくなれてあげよう気持ちいいね 暖かくて安心するね腕の力が弱まってきただんだんと体から力が抜けていくね <laughs> 大きなあくびだねそろそろ眠くなってきたかいゆっくりゆっくり。ゆっくり 君のペースで眠るといい。私がずっと君の寝顔を見ていてあげるからな。君は安心して眠ることだけを考えればいい。体重も心も全部私に預けて。ぐっすりお眠り。